ら、うん、遅えなお前。ほんでこんなやつ引き連れてても絶対優勝してやるからな。トゥーじゃなくて見とけよ、どんな状況でもやれるんで、かかってこい。そうですね、 M1 とは全く違う種類の戦いになると思いますけど、こっちはこんなやつ引き連れて M1 取ってるんで絶対やれると思いますよ。 M1 史上初めて一人の力で優勝したんで、ドキュメンタルもいくらコンビの戦いとはいえ一人の力で優勝してやりますよ。そうだろう。足を引っ張らないように頑張ります。でお前、まあ、ほとんど同世代の芸人で昔から一緒にやってたやつらなんで、問題フットボールアワーさんがあのキャリア、あの芸歴で何やってんだっていうゾーンになっちゃうとこっちも笑っちゃう可能性があるんで、まずい、ちょっと流れを読まず早めに潰したいですね。いや、ドキュメンタルこそ夢あるっしょ。2000万っすよ、うん、お金に執着心はすごい自信があるんで、うん、それしかないですからね。逆に言うと2000万、お金への汚さしかないんで、そう、スキルはないですから、ね、はい、それを発揮してもらうしかないですね。しょうがない、うん、今のところ誰からもこう尊敬されてないというか、なんか M1 チャンピオン史上初めてネタに定評がない感じになってるんで、黙らせてやろうと思いますよ。見せつけますよ。松本さん、我々 M1 取った後ドキュメンタルも取ってその2冠達成したいと思いますんで、僕だけに注目してください。はい、さあやってやるからな。しゃあ